は自由でありたいです。いろんなものを見てきた人たちが、これは違う、これがいいんだ、日本人とはこういうことなんだっていう教えがすごくいいとは思うんですけど、ちょっと強すぎる。ただそのシステムに入りすぎると、多分その想像力っていうのが減っていくので、僕たちの世代がそういうカゴに閉じ込められている気がするんですよ。言われたことをやるのは当たり前で、それ以上のことができるかどうかによって位が上がっていく。想像力っていうのはすごく大事だと思うんですよ。どの仕事でもやっぱ何か想像力を豊かにできるものが一つあれば、でその中で僕はダンスだと。なんでダンスはもうあくまでも本当に呼吸、今のうちだよって言われてもそれもなんかもクソくらいと思うし。はい、皆さんこんにちは、ひょうかです。本日12月2日でなんと私22歳になりました。ありがとうございます。なんかこの前20歳になったばっかりだったんですけど、この2年間すごいあっという間だなって感じましたね。すごい本当にすっごい早かったね。ということでですね、ここで一つ皆様にご報告させてください。フライデーからですね、デジタル写真集ムービーなベビーバストということで発売本日しました。今回結構まあまあ頑張ってる内容になっているかなって思うので、私への誕生日プレゼントだと思って一冊だけの写真集を購入していただけたら嬉しいです。お願いします。もう年の瀬、年末だし22歳になったということで、なんとなく年の1年振り返ってみようかなって思います。21歳の私はですね、やっぱ結構グラビアの結構頑張った印象があって、デジタル写真集も2作出させていただいて、 DVD も2作出させていただいて、今年からは撮影会というものにも初めて参加させていただいたりとか、自主的に撮影会を開催したりしてました。そういう年にしたいなと思ってたので、できることをやらせていただいたり、まあ、そういう意味では結構達成できたかなっていう1年でした。グラビアをちょっと精力的に頑張ってたら、複数の出版会社さんから本当の本物のヌードをやってみないとっていうお声をいただいております。いやでも実際バスのフルヌードっていうのと、やっぱセミヌードって結構境界線があるなって自分の中で思って、生まれたての姿を見せるっていうのはやっぱりすごい不安もあって、でも。やってみたい気持ちもあるっちゃあるんですよ。そのやってみた後の世界を見てみたい自分もいるし、悩んでたりして、で親にも相談して、まあ、もちろん親は大反対なんですけど、悩んでるから、みんなはどう思いますか？今まで応援してきてくれた人の気持ちをすごい大切にしたいなって、尊重したいなって、今こそみんなに耳を傾けるタイミングかなって思って、ちょっと意見をぜひコメントにね、書いてくださったら嬉しいです。お願いします。その意見が多いからってやるかわかんないけど、でもなんかあこういう意見もあるなっていう自分じゃない視点の考えを聞いてみたいなと思ったので、この動画を今撮ってるんですけど、今このタイミングでね、高評価低評価の低評価がなくなっちゃったんでコメントで皆さんの意見をお聞かせください。たくさんいろんなグラビアもやらせてもらって、すごいこの仕事すっごい私大好きなので、めちゃめちゃ大好きなんですよ。とにかく好きなんですね、この仕事が。21歳グラビア頑張ってみて、今ちょうど22歳になってこういうタイミングの話をもらってるっていうことで、皆さんの意見をね聞かせていただけたら嬉しいです。はい、ということで22歳の抱負はですね、いい女になることですかねいい女にねなれるように、どん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 努力して頑張っていきたいなって思います。皆さんの意見がとても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 大事になっています。ということでですね、また次回の動画でお会いしましょう。以上、22歳なりたてほやほやのきょうかでした。またね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。あ、デジタル写真集ゲットしてね。概要欄ね、概要欄貼ってあるからね。じゃあまたね。トレンビーをご覧の皆さん、はじめまして、北谷彩です。この度 JK エルチンという映画で主演をさせていただきました。この映画は田舎に住む女の子が家庭環境にもいろんな逆境にもめげずに頑張るという感じです。
公開です。ぜひ見に来てください。皆さんこんにちは。今年もトラッシュガールズを務めさせていただきます、タイと日本のハーフ、サナナサリナです。またクラッシュガールズとしてクラッシュを盛り上げることができてすごく嬉しいです。今年はクラッシュの情報をもっともっと発信できるように頑張りたいと思います。チャナワールドで頑張るので応援お願いします。せーの、チャナ。城田優です。僕が待ちきれなくてそわそわしてしまうものはズバリブロードウェイミュージカルの再開でございます。まあブロードウェイミュージカルに限らず世界中のミュージカルが、僕も早く復活してほしいなと。日本は、世界で見ても稀に見る、早くもしっかりと公演ができている数少ない国なので、まあ、それにありがたみも感じるんですが、やはり自分自身こう、何度も渡米して、ニューヨークのブロードウェイで、数々のミュージカルを見ては刺激を受けインプットする時間がたくさんあったんですが、まあ、それがかれこれもう1年半くらいできていないので、一刻も早く世界中のエンターテインメントのそして、ミュージカルの、関係者の皆様が笑顔でお仕事ができる日が早く来てほしいなと思っております。さよなら。沈んできた。私は重いのかな。まあもう今更って感じなんですけど、アニメすごい好きで、のんびり癒し系のアニメを見て癒されるっていうのはリラックス方法の一つかもしれない。あとは一人からノンストップで4時間ぐらいアニソン歌いまくるっていう一人で、そういうことがリラックス方法の一つかも。基本寝てる。家でずっと寝てて、忙しかったからあー溜まってたアニメ見なきゃと思って言って何も考えずに、友達もいますけど、寝たいし、アニメ見たいし、一人でもやりたいことが結構多いから、あんまり外には出かけたくないっていう、なんか嫌だ、外って。意外と何にも考えてないかもしれないです。プライベートはプライベート、仕事は仕事って、意外とオンオフするタイプなので、映画を見るにしてもなんか作品を見たら作品を楽しんじゃうから、結果終わっちゃってたみたいな。プライベート何してんだろうみたいなくらい、あまりにも普通すぎて思い浮かばないっていうのも結構あります。まずキスできる餃子って聞いた時に、なんじゃそりゃって思ったんですよ。でもその宇都宮のを盛り上げたいっていう映画なんだっていうことと、あと台本をいただいた時に最後まで読んだら、そのキスできる餃子っていうのがなるほどなって思ってて、こういう不思議な映画が作れるの楽しそうだなと。妹とか友達とか親友みたいな、そういう感じで子供に接してほしいって言われたので、お母さんというのを意識しなかったんですよね。だからお母さん役ではあったんですけど、子供の方がしっかりしてるから、今回の映画ってあえてお母さんを意識せず自由に。あ、しますよ。子供生まれたらどんな名前にしようかなとか全然ありますよ。自分の名前の位置で入れようかなとか、好きなアニメのキャラクターがあずさくんって言うんですけど、女でも男でもどっちでもいけるなって考えたりとか、結果私が子供生まれた時にどこにでもいそうな普通な名前にしてるかもしれないし、どうなってるのか今から気になりますね、自分自身に。でも一目惚れかどうかわかんないですけど、じゃあ初めましてって言って男性と会って、この人が彼氏になるかならないかっていう認識は最初にしません？しない？嘘だ。私絶対その二分割は絶対しますよ。なんかこの人は最終的にその部類に入るか入らないかっていうのは結構最初で分けられるから、それがかっこいいイコールイケメンじゃなくて、雰囲気も含めてこの人おしゃれだなとか、なんか優しそうだなっていうところからイケメンになることもあるので、誰でもイケメンは作れる。子供役のりんちゃんがくるくるチョコレート工場が欲しいみたいな、なんかチョコレート作るおもちゃが、それが欲しいみたいなことをずっと言ってるのを聞いてて、たぶんもうりんちゃん欲しいって言ってるよ、買ってあげなよみたいなことずっと言ってたら、クランクアップの日にありがとう、今までありがとうってそのくるくるチョコレート工場渡してるのを見て、あの素敵な人だなって。でりんちゃんも超嬉しがってて、可愛いなって思えたし、りんちゃんもめちゃくちゃいい人に見えました。
チルテレをご覧の皆さん、足立梨花です。私は本当にちっちゃい頃夢がなくって、この世界に入れたおかげで夢とか希望とかを持ってたので、皆さんいろんなことにチャレンジしてみてほしいなって思います。チャレンジしたらもしかしたら何かに引っかかるかもしれなくて、将来それが仕事になるかもしれないので、自分の好きなことを見つけてほしいなと思います。私も家から出ていろんなことにチャレンジして一緒に楽しい人生を送りましょう。じゃあね。僕あの自動車が大好きで、子供の頃からずっとあの自動車を愛し続けてきたので、こういった説明会に参加できて非常に光栄に思います。車が好きになった喫茶店ってどういうことなんですか？いや、あの最初は、本当の最初はやっぱりあの18歳になって女の子とデートしたいとか、本当そういうことだったと思います、正直。そこからやっぱりあの雑誌見たりしてかっこいい車とか、あとはやっぱ映画の影響は大きいですね。なので僕実際に今までこう映画で見かけた車を購入したりとかして、なんかそういう時期もあります。それでその後デートの番組とかも載せてもらえたので、そうするとよりいいなと。18歳の頃の自分から来て、今こんなに車が好きになってるって想像してましたか？18歳というよりも、僕多分小学生とかの頃から車好きになるって感じでした。だからまあこうなるだろうなっていう、はい、ミニカーもたくさん持ってましたし、今実際うちの息子が大量にミニカーを持ってるので、やっぱりあの親子だなというか、自分が子供の頃持ってたようなミニカーとかも今もあったりするので、なんだか面白いなと思いますね。完全に受け継いでいきますね、はい、じゃあ楽しみですね、はい、大人だってこういう話ができるんだとすごい楽しみですね。だんだんそうですね、だから小学3年生なので、最近もそういった話で男2人で盛り上がることも増えてきたかなっていう。当然にとって車、自動車ってどういう車なんですか？特に僕はあの自分で仕事への現場は移動で使うんですよ。なのであのそこで例えばこうセリフ、アシスタントの移動を覚えたりとか、なんかもう一つの家じゃないけど、本当にあの一人になる唯一の場所っていう感じですかね。ものすごい大切なプライベートというか、あ、そうですね、なので、まあ、あの車がない生活は本当に考えられない。はい、コビットプロレスリボンプロジェクト、コビットプロレスの再生は私の運命、デスティーノだと思っておりますので、これからも応援よろしくお願いします。楽しい面白いプロレスを見ていきます。よろしくお願いします。トランキーロ焦んなよ。帝京大学中尾優香です。よろしくお願いします。特技はバンドをやっていたので、歌うことと水泳と白目です。白目やります。OCC2015 を通して少しでも前向きになれたらいいなと思います。はい、はい、今回の受賞を受けてですね、今後のお仕事やプライベートでの目標など教えていただきましょうか。私ももうまあ、お前は最近歌手なのか役者なのかってよく言われるんですけど、あんまりそういうことを隔たりなくというか、刺激的なものがあれば何でもやってみればいいんじゃないかな。まあもう恥をかける年でもないのかもしれないんですけども、でもまあいくつになっても初めてのことを挑戦して、なんか保険に気づくれるよりは一回恥を書いてもいいのかなと思います。まあ甘いかもしれないけど、まあでもまあいいんじゃないかな。職業は機械工事でいいと思ってます。Attempt to endless and attempt to break. Attempt to love and attempt to hate.
の時代で生きるか。あなたは佐久間慎？
ましたっけ。いや、どうもごめんなさい。Yes, yes.